おはようございます、黒みつばです。ということで今回も最強キャラ歴伝の方やっていきましょう。こちらの企画ではモンストの歴代最強キャラを古い順に1体ずつ紹介していってます。ということで今回紹介するのはこちら。初のスワビ属性キラーにしてその恐怖を知らしめた女王、和国の女王卑弥呼。ということで早速見ていきましょう。まずはステータス、火属性反射のスピード型。火属性キラーにゲージでダメージウォール、ストライクショットが30ターンの触れた敵の数に応じて威力の増すメテオで追い打ち、友情コンボがクロスレーザー EL となってます。こちらの卑弥呼ですが、ポンコツ主人公ルシファーに続いて3人目の超獣神祭限定キャラとして登場したキャラになります。当時坂本龍馬が同じ火属性キラーのキャラとして大活躍していましたが、この卑弥呼のキラーと龍馬のキラーには決定的な違いがあります。こちらの卑弥呼は冒頭でもお伝えした通り初のスワビ属性キラーです。つまりこのコーナーでもいずれ紹介するあんなやつやこんなイカれたキャラのご先祖様です。ありがたがってる場合じゃねえよ。過去にディビジョンを送り込んで根絶排除撲滅しましょう。じゃないとモンストの未来が壊れます。で改めてですが、このモンストというゲームではスワビにキラーを持っているかゲージにキラーを持っているかでその効果は全く異なります。ゲージで持っている場合はゲージ成功時、つまり自分のターンのみその倍率を受けることとなります。一方でスワビにキラーを持っている場合ですが、こちらは自身のターン以外もキラーの効果を持ち続けます。その中でも最も影響が大きいのが友情コンボ。この卑弥呼もクロスレーザー EL という当時では強力だったレーザー友情を持っており、そこに 1.5 倍のキラーが乗ってきます。さらにストライクショットのチェーンメテオ、チェーンメテオは通常のメテオとは異なり当たった敵の数に応じてダメージが増加する特殊なメテオになります。でこちらのストライクショットただでさえ強力だったんですが、卑弥呼の場合はキラーとスピード型の速さを生かして完全にぶっ壊れ SS となってました。そんな卑弥呼は実際にどんな使われ方したかというと、クシダダマリシテン、シャンバラなどの火属性高難易度降臨に加え、まあ最近始めた人には信じられないかもしれないですが、今でいう近畿の極のポジションだった覇者の塔にて23回33回37回と火属性ほぼ全ての階層で最適性クラスになるという火属性クエではルシファー以上に輝くかなり異質なキャラとして台頭してきました。まあ、正直高難易度と言われている火属性のクエほぼ全ていけてるのでめちゃくちゃ強いキャラでしたね。ちなみに進化がめちゃくちゃ強かったのでそっちばっかり注目されてましたが、実は神化も結構強いキャラでした。アビリティに重力バリアと回復を持っていながら数少なかった毒友情でサソリを倒しやすく、ストライクショットも強力なゴール SS だったんですよ。なので適正クエストで言うとつくよみだったりとか覇者の塔2430だったりとか、こういうところで適正キャラでした。ただ同じ重力貫通枠に龍馬がいたためスペックは高めだったんですけど、なかなか機会に恵まれない不遇キャラっていった感じでしたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、進化卑弥呼について解説していきました。まあやっぱりね、卑弥呼は一つの時代を席巻したキャラですし、まあ重神化してからもめちゃくちゃ強かったキャラなんでね、皆さんの思い出等ございましたらよかったらねコメント欄に書いていただければなと思います。ということでここからはですね、卑弥呼を使って覇者の塔23階の方をやっていこうと思います。よかったらそっちも見てください。ということでクエストの方どうぞ。はい、ということで卑弥呼使って覇者の塔23階の方をやっていこうかなと思います。で今回卑弥呼と一緒に使うのがこちらですね、信長神化です。まあこちらも卑弥呼と同時期にほぼほぼ同時期に出たかなり優秀なキャラですね。神キラー M 持ってますのでこのクエストね、覇者の塔23階の敵は全員貴族性で神族になっておりますので、まあ、信長のキラーとね、卑弥呼のキラーでゴリゴリ削っていこうという感じです。ということでやっていきましょう。レッツゴー。いやマジでねむずいんよ全然負ける可能性あるんで、まあ、そこはちょっとねご了承くださいといった感じでいきましょうか。まあ当時の覇者の塔といえば、まあ今でいう近畿だね、例えるとすればのレベルだったし、まあその中でも一番難しかったのがまあこの23かな、うん、っていうイメージですね。まあだからハートしちゃった近畿の極の初回降臨で言うと8の極、あの侍がめっちゃ出てきてね、あのパワーアップウォールめっちゃむずいっていうところみたいな、イメージでいただけるといいかなという感じですね。
まあ、とにかくザコの HP が高くて、で、ボスの HP も高くて、でなおかつ全員の攻撃がね即死ありっていうことで、まあ、本当にめちゃくちゃ難しいクエでしたね。うん、まあ、いろんな攻略法が一応確立はされてて、このカーマたちですね、がですね1体残すと、まあ、その1体の即死攻撃がだいたい6万ぐらいなんですよ、でかい方の攻撃が。なので、まあ、その1体残して、SS 試して、クリアしていくっていうのが一つの戦法だったりとか、あとはあれですね、アトス神事ですね、あいつがディルロッテと同じ倍率のね 1.8 倍のブースト持ってるので、まあ、そのブーストをかけてあげて、まあ、ボス戦一気にね、飛ばしていくっていう感じだったりとか、まあ、そういった戦法がね、取られたりとかもしていたクエストですね。で問題はね中ボスなんですよね。特に中ボス2からが難しかったっすね。この次かな、中ボス1が、はい、という感じで、まあやっぱね卑弥呼強いんすよね、こういう感じでレーザーが。まあもちろんその信長とかはね、種族キラーなのでその強くて当たり前なんですけど、属性キラーでねこれだけの火力出せるキャラって当時やっぱ全然いなかったっすからね。むしろ友情コンボでこれだけの火力出せるのが、全然いなかったんで、すごく使ってましたね。それこそね、動画内で紹介したかちょっと覚えてないけど、神殿とかでもね、時の間1かなとかでもすごい使ってましたね。懐かしいな。まあ、ちょっと今回連れてきたクエストがクエストなので、ちょっと友情コンボの強さがね、伝わりにくいかもしれないですけど、まあまあそこはちょっとね、まあ強かったんだなっていう感じで見ていただければなと思います。OKOKOK、これで一応、即死は免れるね。で、一応ね、確かこのセルケトも爆発してきた記憶あるんだよね。やばいんだよこのクエスト本当に。モンストの歴代でも多分苦しめられた人の総数でいうとトップ級に多いんじゃないかな。やっぱ覇者の塔はまず一番最初の壁が21、一番最初の降臨時はね21がとにかく難しくて、まあそれこそね、自分もその当時はキャラ全然いなかったし、まあそもそも当時ガチャ引く術なんてね無課金でやってる限りほとんどなかったので、まあお互いにね、自分はたまたま卑弥呼持ってて、信長も持ってたので23回は自分キャラ貸すけど、やっべ、痛かったね。23回は自分キャラ貸すけど、その代わり21とか貸してねみたいな感じですごいキャラ貸しとかしてましたね当時は。耐えれる、やっぱこのクエストやばいな。よしさあ中ボス2ですね。まあこっからが本番なんだよ本番前に負けたやつが何言うとるって感じだけど、まあこっから上のカーマ、鳥に乗ってるカーマがワープ出してくるんですよね。なので先に沈めないといけないんですよこのパーティーだと。例えばナスカとかワープ持ちのキャラ積んでる場合は全然倒さなくてもよかったんですけど、まあこのパーティーの場合ね、ワープ対応が一体もいないんで、あいつやらないとちょっと雑魚処理が次は厳しくなってくるかなっていう感じでね、まずは上のやつからって感じですね。 OK で雑魚処理でねターンめっちゃ食われるね、相変わらずそこが難しいわ。これハマれるかな。 OK よしで次が卑弥呼だよな。いやここは下入りたいけどね。うわー跳ねるか、下入りたかったな。いや号令1本打ちましょう、信長の SS 号令なんで。で、まあ、さっき言った通りね、卑弥呼はスワビキラーなんでね、この号令系で打った時でもちゃんとキラーが発動してくれるっていう、めちゃくちゃここもいいポイントですね卑弥呼の。あざっす、よしでボス戦と。
どうしよっかな。まあ、打ってもいいんだけどね、正直。どっかで1本打たされるぐらいだったら、ここで打っちゃった方がマシまであるからね。打っちゃうか。ボス1多分1本使わないと抜けれない気がするんで、まあ、これで4体触れてね、チェーンメテオでダメージ出していきましょう。あ、5体いけるかも。よし、全フレ。これなんすよ、チェーンメテオはマジで強い嬉しいわこれ。そうね、これで照明分ぐらいは削ってくれてるんで、なんとかこっからこのフェーズはね、なんとか SS 使わずに行きたいっすね。そうすれば、さすればね、次からだいぶ楽になるんで。いやでもこれさ、ワンチャンワープ2分の1でだよね、オッケーこれワープ入ってヒミコの弱点前レーザーが飛ぶっていうね、最高の展開。あ、そっか、ボス戦からは毒も出てくるんだ。とりあえずワープから潰しましょう。いやー、ここ SS 使わずに抜けれたらでかいな。よし、どんくらいだろうこの毒。毒っていうとさ、やっぱあれのイメージがでかいよね。クシナダのスプリッツァー、あれが確か8000とか6000毒だったから結構しんどかった。 OK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 。これで、できればヒミコスタートにしたいけど、それ無理だな、多分。いけるかな。レーザーは当たらない。ヒミコスタートで SS って始めたいよね。いいんじゃないの？これで。これで、メテオを当てて回復取りながら。よし。でこれでラスゲですよね。ラスゲなんで、ヒミコで、雑魚減らしてからメテオ打ちたいね。メテオじゃねえわ、号令打ちたいね。ストライクショット行ってこい。これは行ったんじゃないの、さすがに。はい、完璧。はい、完璧。ウェーイ。硬っ、マジかよ嘘でしょ。あ、やべ、画面かくついちゃった。マジか、あれであの、あんなもんビビるわ、さすがに。あ、しかもここで蘇生か。まあいいか、打ちます、打ちます、ストライクショット。わー、弱い。これはやらかしたな、全然拾えなかったな。これは安定取りましょう。 OK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 。 いやでもいけそうだね。うわ、毒2体食らったのどう出るか。 OK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 。 蘇生されるけど、さすがにいけるべこれで。あー、なんか変な方入っちゃった。よし、あぶねーあぶねー、最後タイマンプレイあったかと思ったけど、いけましたねー、よかった。いやでも当時からすればめちゃくちゃいい編成だし、運母回復とかも当時ないからね、それ考えると相当楽させてもらってますけどまあとりあえず勝ててよかったっすね。はい、ということで今回はですね、23回卑弥呼ありで行ってみました。まあ卑弥呼の解説もね、楽しんでいただければよかったなと思います。ということで、このシリーズ面白いなとか、次また見たいなっていう方は、チャンネル登録とグッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。